エアジュリア州、ゴリツヤ県にある人口約1000人の基礎自治体。標準イタリア語以外の言語では以下の名を持つ。ゴリツヤ県北西部に所在するコムーネである。メデエアの集落は、モンファルコーネの北西約 14km、県とゴリツヤの西南西約 16km、ウーディネの南東約 22km に位置し、州都トリエステからは、 北西約4 0トルの距離にある。コムーネは東西に長い領域を持つ。メデエアの本村は、ユードリオ川の砂岩にあるが、西岸にもコムーネの領域が回路上に伸びており、西端は、取って川砂岩に達する。ユードリオ川の流路の一部は、メデエア本村の北西側で、ウーディネ県との県境となっており、川を隔てて約2キロメートルの距離に、 キオブリスの集落がある。また、この川は、メデーア本村の南西側でロマンス・ディゾンツォトの境界ともなっている。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。括弧内の UD は、ウーディネ県所属を示す。地勢は平坦であるが、メデーア本村の北に丘陵がある。コムーネの中央には、トンレ川の支流であるユドリオ川が流れており、 生誕にとって川本流が流れる。メデーアの本村は、イウドリオ川の左岸にある。コムーネの東北部に、ホルナチカルチェの集落があり、ボルニャのとも近い。コムーネの東部、SS305 沿いには、ポンテスルベルサの集落がある。1928年に、コルモンスに編入されたが、1955年に、再び独立のコムーネとなった。人口推移。 居住地区別人口国立統計研究所は居住地区別の人口として以下を掲げている。統計は2001年時点。ISTAT は人口統計上、家屋密度の高いチェントロアビタと密度の低いニュークリを浴びたとまとまった居住地区を形成していないケーススパースの区分を用いている。上の表で地名がすべて大文字で示されているものがチェントロアビタとである。 印が付されているのは、コムーネの役場、ヤクショラカーサコムノリーの置かれている地区である。オーストリア領時代のフリウリ農村の面影を残す村で17から18世紀に富豪たちが建てた屋敷が残る。丘の上にあるすべての戦争犠牲者のためのモニュメントは、1950年に建築家マリオ・ベージュキーによって制作されたものである。コムーネの東端を SS305 が南北に走る。SP6 は北東のボルニアノで SS305 と分かれ、メディア本村ンンを経て南西のベルサで SS252 と合流する。このほか、メディア本村ンンを中心に東南 ASP7 がフラッタ、北へ SP27 がメディウッサ島を結んでいる。プロビンシア・ディゴリジア、メディア。2011年7月31日閲覧。 国立統計研究所。トータルレジデントポピュレーション。オンファーストジャニュアリー2019バイセックスマリトルステータス。2019年11月17日閲覧。AB 国立統計研究所。タボラ、パパラツヨーネレシデンテゴリジアセンシメント2001。2013年3月3日閲覧。国立統計研究所。タボラ、 スーパーフェカ・テリトリアル・ゴリジア・センシメント2001。2013年3月3日へずらん。AB、トゥポニマスティカ、デノミナジオニア・フィシャラ・イン・リンガー・フリーラナ。アルレフ、アゲンジア・リージョネール・パーラ・リンガー・フリーラナ。P10。2013年3月3日へずらん。ありがとうございます。